こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日は災いの塔を進めていこうかなと思います。試練の塔になってる。あれ、試練の塔じゃない。こっち災いの塔の、前回は10層までやったんで、11層からやっていこうと思います。でメンバーがデリエリとゴーセル、リリア、サブでエスカノールっていう形でやっていこうと思います。で一応動画の尺的に多分15層で今回は終わりになると思います。そんなに今回のその災いの塔は難しくないって聞いてるんで、多分15層までいけるんじゃないかなと思ってはいるんですが、ちょっとわかんないな。わかんないですけど、ちょっとやってみたいと思います。基本的に先に言っちゃうと、もうデリエリでもうご利用せばいけんじゃねえかなと思ってますなんでデリエリでご利用していきたいなと思います。で特に解説することも多分ないですね。ここら辺はもうご利用しぶっぱでいきたいなと思います。だからここは必殺が封じられてるんで、必殺は使えないんでね、もう火力の高いというか、攻撃で火力の出るキャラクターぶち込んだきゃいけんじゃねえかみたいな考えですね。はい、そんなに痛くもないんで。で攻撃封じあるみたいですね、これ。攻撃封じあるんだ。攻撃封じあるんで、ここはやっぱデリエリの、デリエリじゃないや、リリアの出番ですね。デバフを解除してあげるキャラいるときはなんとかなんじゃねえかなみたいな。で相手必殺溜まってるんで、一応必殺打たれないように必殺ゲージを削っといて、全然痛くないですね。痛いっつったらやっぱこの攻撃封じ、攻撃スキルを封じられるっていうのがちょっと痛いかなって感じですけど、ダメージ全然入んないんで、余裕ですね。ここら辺は余裕だな。で回復して必殺ゲージ削って全体攻撃ちょこちょこ入れていけば、そのうち倒せんじゃないかなって感じですね。で敵はデバフ効かないんで、無効化されちゃうんであんまりデバフもそんなって感じですね。でここら辺はもう攻撃ぶち込んだきゃなんとかいけるんじゃないかな。で右端のやつも倒して、で真ん中もこれで倒すとっていう感じで、11層はクリアですね。余裕ですね。はい、あとリリアの札が良ければもっと早く倒せたと思うんですけど、いいでしょう。で次が第12層ですね。第12層やっていきます。別にこの災いか、災いの塔もあんま何にも調べてないで、もう初見でやってるんですけど全然初見でいけますね、多分ちょっとここから先というか、やってないからよくわかんないですけど、多分いけるんじゃないかなと思います。これでどうだ。で攻撃封じ入れるけどまた解除されるかな。やっぱりそうですね、デバフ解除されちゃいますね。ただこっちは忍耐全然食らわないですね。ちょっと待って、リリア一発今重たくなかった。結構痛いねこれ。
そっか、弱点属性だとめっちゃ食らうな。3倍ぐらい食らう、やばいね。まあ、もう速攻でこのリリアに攻撃与えるこの緑のやつ、こいつはもうワンパンで倒して、であとはまあ多分余裕じゃないかな。うん、あんま食らわないっすね。ああ、やっぱ弱点属性に対しては結構、あ、そんな入んないね、そんなに入んない。いい、まあ普通に攻撃していけば勝てんじゃない。うん、でお化けくんの攻撃っていうか必殺が来る。それが痛いかな。67000、今67000ってなった。結構痛いですね。まあ、結構痛いけど、まあ、耐えてるからまあ大丈夫でしょう。まあここうざいのがあれですね、こう真ん中のやつの攻撃力を下げてくる能力、これがうざいですね。それがうざいな。まあただデリエリのバフもガンガン上がってってるんで、まあ大丈夫でしょう。まあ余裕でしょう。攻撃力いくらね減少させられたとしても、デリエリのこのバフがもうガンガンついていくから、まあ余裕で削れるんじゃないんでしょうかと。っていう感じで、12か。第12層か。第12層もクリアと。っていう感じで、まあ、サクサクいきましょう。はい。で、そうですね。第13層ですね、次が。13層は何だろうな。ここら辺から投球10万か。まあ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 。大丈夫でしょう。あ、なんか、あー、シャドウウォーカー、あー、なるほど。あー、ここあれか、回復するのか。ここ、やだな。回復されるとちょっと嫌ですね。まあ、なんで、デリエリは、まず、この、緑属性の右側のやつから倒していきたいですね。いや、ワンパンで持っていけりゃいいんですけど、どうだろう。まあそんなうまくいかないですね。次で倒せるって感じですね。うわー、デリエリの札構図と。めんどくさいっすね。デリエリの札こえば攻撃1回で右端のやつ倒せるんですけど、うわ、しかもめっちゃ回復するし、めんどくせえ、これめんどくさいっすね。両端2人とも回復札かい。いやー、めんどくさいな、本当に。まあ別に強いとか弱いとかじゃなくて、単純に長引くからめんどくさい。これでどうだ。まあ攻撃封じたところでですね、回復されちゃうからな。うん、ちょっとね、嫌ですね。いやー、嫌だな。ほんと、嫌ですね。うん、結局、全体攻撃入れても、その、回復されちゃって、なんかもう、ほぼ、今なんてほぼ全開ぐらいになってるし。ちょっとね、どうしようかな。ほれ。今ここに降臨せよ。まあ一応必殺削る、あ、デリエリじゃねえや、リリアの必殺溜まったんで、それでなんとかいい感じに削ってくんないかな。リリア必殺とデリエリの攻撃で右端は倒したいな。マジで左端の今スキルが4つあるっていうね、もうわけわかんないな。まあ一旦全体攻撃ぶち込んどっか。
旦全体攻撃ぶち込んどいて、あ、左が削れそうだ。あ、特殊戦技なんだ。はいはい、まあ復活の特殊戦技ついてるみたいですね。それもめんどくさいな。復活か。もう試練の塔は絶対というか、なんか復活ついてっかな。もうめんどくさいな。しかも回復されるし、めんどくさいでしょう。まあ、一応回復しつつ、まあ右殴っとくか。回復しつつ右殴って必殺入れて、あ、もういい感じですね。よし、まあここまで削っちゃえばもうあと余裕ですね。あと全体攻撃ボン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 ぶち込んで全員削り切るみたいな感じかな。回復も1回ぐらいだったらね、回復量上回る攻撃で削り切ればいいんで、もうさっさとこれやっちゃいたい。さっさと全体攻撃で全員削っちまおうぜと。今ここに降臨せよ。うわー、真ん中まだ残る。ただこれを攻撃でジジイですね。ジジイと、まあっていう感じで、今13層かクリアですね。まあ余裕っすね。めんどくさいけどね、回復されて長引いてめんどくさいけど、まあ余裕ですね。で14層いきます。あ、14層あれか、バレンティか。あはー、バレンティですね。東京11万バレンティやりますと。あーはーはー、バレンティだからなんかあれかな、忍耐か、忍耐とかついてんのかな。特殊戦技忍耐みたいなついてんのかな。まあいいや、とりあえず、まあ、右のケルベロス、ケルベロスだっけ。まあいいや、ワンちゃんを倒していく。なんかついてる、バフつくのか、攻撃するとバフつくんか。あれ全然食らわないけど、全然大丈夫ですね。余裕か、余裕なのか、どうなんだ、いけんのかな、これいい感じかな。ちょっとよくわかんないな、まあ、よくわかんないですけど、まあ、とりあえず攻撃ぶっぱしときますか。どうでしょうね、まあ、攻撃封じ入れるが、しかしデバフは消されんのか。あ、バレンティだけ消えるのか。あ、痛いね、痛いね、結構。いやいやいや、痛いな、おい。意外に痛かった。まあ、ただ必殺削りつつので、まあデリエリバフつけたいね。で右端は倒せた。でデリエリバフつけときので、あとはねガンガン攻撃してジジイしたいな。はいはい、あんまり食らわないから OK で、左端のやつもがっつり削って OK。オッケー、いいね、いい感じ。これで削り切れる。よいしょ、いいね、いいよ、まあ、順調ですね。あともうバレンティもね一撃で終了ですね。余裕ですね。やっぱさっきの回復パーティーの方がちょっとめんどくさかったな。まあこれはもう余裕ですね。まあ、一応回復しつつのデバフもね解除して、で攻撃を入れると、これでジッチーですね。はい、バレンティお疲れ。
まあまあまあ余裕っすね。いいねいいね。大体ここら辺きついんですけどね、試練の塔とかだったら。災いの塔はまあちょっと優しいっすね、ほんと。で、第15層がシーンですね。シーンか。ランクアップしてくんかな、もしかしたら。まあやってみたいと思います。プレイヤーシーン、ボス。等級11万8000ですね。札はまあデリエリ3枚来てるんで、まあデリエリのランクアップさせて、左の赤属性のなんだろう、これオカミかな、なんかオカミっぽいのを倒します。ああ半分以上削れた。まあいいんじゃね。ああ余裕そうだな。はいはいはい。お、マジか、札消してくんの。シーンはあれですね、札消してくるんだ。しかもランダム。うわーマジか、うざ、これうざいね、うざいですね。ここ、うーん、シーンの攻撃で札を消されるんすね。ちょっとうざい。これね、必殺も消されるんだよね。これでどうだ。うん、でまあ攻撃封じ入れて、どうだろう。はいはいはい。まあ必殺ぶち込んで右側の狼倒して、でまあまあ普通に攻撃入れてきます。でまあここは復活がないんで、ないですね。なくてよかった。まあでシーンだけになると、ただあ札消された、必殺の札消されるのがマジでうざいっすこれ。うーん、まあでもね、デリエリのバフもついてるんで、もうまあそれでゴリ押しですね。オッケー、ゴリ押しゴリ押し、もうこうなったらゴリ押しで、もうシンもね、もう粘る必要もないでしょと。うわ、札消すな、札を消すんじゃない、うざい、札消すな、うざいな、うざいな。でまあシン、あの必殺溜まってもこっちはもう攻撃ゴリ押しでジッチーです。攻撃ゴリ押しジッチーですね。はい、という感じで第15層まで楽勝で、クリアできましたと。っていう感じで、まあ、今日は、ここまでにしたいと思います。はい、まだやってない人もやった方がいいですね。はい、っていう感じで今日はここまでにします。はい、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。